おすすめされればされるほど、ね、そのすごさをこう身にしみてしまうなという感じなんですが、そして今日はですね、ポスターパネルと一緒に宇宙服も、はい、展示されているんですけども、展示といいましょうか、一緒に登壇しているんですけれども、映画の中でもありましたが、本当にもうサイズぴったりに作られるということで、着心地ってどうなんですか？最初に自分用に作られたものが届いて、袖を通した時はゾゾスーツを思い出しました。こんなにぴったりするって気持ちいいんだ、フィットってこういうことかって、はい、でも多分今着ろって言われたら、その時から僕体重3キロぐらい増えてるんで、もしかしたら入んないところとかもあるかもしれないし、まあ、平野は間違いなく10キロ太ったらそうなんで、着れないよねきっとね。絶対入んないですね。それだけ精巧に作られているということなんですね。それなのにそんなにきついとかそういう感じは全くない。心地いいです、はい、ゾゾスーツを思い出しました。軽いんですか？軽くはないかな。軽くはないですね。軽くはないです。10キロぐらいあります。で、基本的には宇宙船の中にいる時しか宇宙服って着ないんですよ、はい、なので歩く用に設計されてないので、歩くとめちゃくちゃ歩きづらいです。ここのヘルメットがいち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 カツカツとか当たって歩きづらいです。あ、じゃあ、はい、あの歩き方っていうのはわざわざそういうことをしていたりとか、無重力の空間だからというわけではないんですか？すごい姿勢、こういう感じで多分歩いてたと思うんですけど、はい、あれはここがこう当たっちゃうから、こうなんか猫背でこうやって歩くしか歩けないんですよ。あ、そういうことなんですね、はい、足もちょっと上げづらい感じ。はい、上げづらいです。平野さんは最初にスーツ着た時にはどんなお気持ちでした？なんか初めて実感が湧いた瞬間だったかなと思います。これを着て本当に宇宙に行くんだっていう、はい、でさっき体重の話もありましたけど、多分本当にフィットしてからあんまり太れなくて、毎日体重計に乗せられてました、ね、計測されてました。あ、そうなんですね。そうですよね、作り直し効かないですものね。そうですか、それもある意味ちょっとプレッシャーですね。宇宙に行くと本当大変な努力が必要なんですね。改めて感じるところではありますよね。ありがとうございます。まだまだお話本当いっぱい伺いたいことがあるんですけれども、ちょっともう時間の方も迫ってまいりましたので、最後にですね、今日お越しくださったお客様に向けて、そしてどんな方にこの映画をご覧いただきたいか、どんな風に受け止めていただけたら嬉しいかみたいなことも含めて、もう一言ずつお二人からメッセージをいただければと思います。では前澤さんからお願いいたします。はい、改めて皆様、朝早くからお越しくださいましてありがとうございました。皆様のなんかお気持ちが少しでも動かされてたらいいなと思いつつ、はい、非常に恥ずかしい、自分ごとで恥ずかしいんですけれども、なんかこう夢を持っている方とか、まあ、いろんな夢が皆さん終わりだと思うんですけれども、諦めずにやってるとこういつか形になるんだよっていうことを、こう何か形にできたらいいなと思って今回作らせてもらいましたので、そういう部分が伝わっているといいなと思います。まあ、あと同時にロシアとかウクライナの、ね、話もちょろっと出たりしてますけれども、まあ、宇宙から見た地球は、ね、こういうところにもありますけれども、本当に綺麗で、ね、皆さんおっしゃる通り国境もなく本当に綺麗に見えるわけですね。なんかそういう地球を皆さんでこう大切に一緒に守っていけたらいいなと思ってますので、そういったところを、ね、伝えるといいなって思って作りました。お子さんにも見ていただきたいと思います。12月29日から公開になりますので、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございます。それでは監督お願いいたします。はい、今日は本当にご来場いただいて、ありがとうございました。まあ、この作品はその挑戦だったり夢だったり、あとは世界平和だったり、テーマがいくつか複合的にあるんですけれども、まあ、どれか一つでも皆さんの関心を引けるものがあったら、幸いです。まあ、さっき子どもたちにもっていう話もあったんですけど、まあ、僕は子どもたち含めた、学生さんとか、これから夢どうしようかなとか、社会に出てどうしようかなとかって考えてらっしゃる学生さんとかに特に見てほしいかなと思ってます。まあ、自分のキャパを決めないで、挑戦するっていう、まあ、そういった姿勢みたいなものを感じていただければ、嬉しいかなと思ってます。
今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの後フォトセッションに移らせていただきますが、ご準備がありますので、お二方一度ご休憩いただきまして、また後ほど登場ということでよろしくお願いいたします。一度拍手でお送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。平野良三さんでした。こちらになります。すいません。センターになります。少しだけ、そうですね。1列目センターで少しだけが、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。とても素敵です。参ります。参ります。そうです、はい、ありがとうございます。そして恐れ入ります、せっかくの機会ですので、お客様もぜひ一緒に映っていただければと思います。恐れ入りますが、その場でお立ち願いますでしょうか。ぜひ皆さんご一緒にお進めということでご協力いただければと思います。ですね、立ったまま、ごめんなさい、大丈夫ですか。オフィシャルのスチールカメラマンさん、メディアのスチールカメラマンさん、そうです、素敵です。立てて大丈夫ですね、立てて大丈夫でした。はい、はい、先にオフィシャルの真ん中のカメラマンさんに目線をお願いいたします。でせっかく皆さんもあれなので、手が表情になりますので、もしよろしければなんかげ、ああ素敵でございます、ありがとうございます。もしかしたらお二人と同じポーズをしていただいても良いかと。そうですね、皆さん結構しっかり映り込んでますので、でもそれにします。はい、それはそれで素敵だと思います。参ります。素敵です。あ、ごめんなさい、真ん中行きます。お願いいたします。はい、素敵です。でかっこいいの、さっきなんかこれ良かったですね。皆さんもこれやっていきましょうか。はい、じゃあ皆さん、はい、じゃあ参ります。お願いします。もうちょっと行きます。後ろの方は元気よく、はい、参ります。もうちょっと行きます。ありがとうございました。はい、スチールの中央、他にメディアさんで出演される方いらっしゃいます。はい、はい、それではスチールセンターの方をご覧ください。大丈夫そうですよね。お願いします。はい、よろしくお願いします。朝あと少しなので笑顔の方でよろしくお願いします。大丈夫そうです、ね、店の方大丈夫ですか。こちら、すいません、はい、こちらお願いします。次逆の私の方行きます。はい、そのまま向かって右手側、はい、お願いいたします。はい、そのまま向かって右側です。店の方よろしくお願いします。大丈夫ですかね。はい、よろしいですか。よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。では以上で終了となります。はい、ありがとうございました。以上をもちまして本日の動画を終了とさせていただきます。改めましてお二方に大きな拍手をお送りください。本日のスペシャルゲストは前田さん、人間さん、こちらの洋子さんでした。どうもありがとうございました。お付き合いいただきありがとうございました。はい、メディアの皆様、このままアンペアルイベントに行かれる方、そのままメディアスタッフが呼び出しますので、アンペアルイベント行かれる方。東京ボードレス TV。